眠れぬ夜をお過ごしの皆さん、こんにちは。夜明け前のプレイヤーズ、気づいたら放送3回目になりました。いつ打ち切られるんだろうかとビクビクワクワクしながら第3回目を放送させていただきます。とは言ったものの、番組放送から3回目にして MC が東京のスタジオにたどり着けないという事態になってしまいました。どうせリモートになってしまうのなら、もはや場所は関係ないと。ならばゲストの方も場所を問わず世界からお呼びしたらいいのではないかと、そんなことを考えてしまいました。今日は記念すべき第3回ゲストとして、今地球のどこにいらっしゃるのか、世界で活躍するあのファッションデザイナー、衣装デザイナーの方にお越しいただきました。衣装は誰でも一度は見たことがある友小泉さんです。こんにちは。あ、もう大丈夫なんですかね。こんにちは。こんにちは、ご無沙汰してます。ご無沙汰してます。今パリにいらっしゃるんですか？今パリにいます。あ、そうです、言ってなかった。今パリにいて、何時だ、9時前ですね。8時50分です。朝の、僕が今朝のというか深夜の2時50分なので、僕だけ夜明け前の時間帯でお届けして。あ、確かにそちらが夜明け前時刻。あ、なるほど。レディーガガは、はい、日本に来てくれた時にこのドレスを着てくれたんですね。でもそれが空港で飛行機に乗るタイミングに来てたので、そのままアメリカに持ってかれちゃって持ち逃げされたんですか？なんかその世界に出て行った時に、日本人のデザイナーとしては驚くぐらい早い段階で突然ポンと国外に出て、しかも世界中の有名人たちが来てくれてるみたいな感じじゃないですか。これってそのきっかけはなんか分かりやすかったものなんですか？はい、そうですね。何がきっかけで レディーガガとかが着るようになった？はい、結構あれもなんか全然予想だにしてなかったんですけど、あの時、まあ、2016年にレディーガガが、はい、日本に来てくれた時に、このドレスを着てくれたんですね。これも音楽業界の友達がいて、その人が、まあ、アメリカ結構つながりがあって、レディーガガ来るけど、なんか貸すみたいな言われて、まあでももちろん貸したからといって絶対着てもらえるわけじゃないんですよね。ああいう時ってもう、なんていうんだろう。一つの、選択肢に対して100ぐらい、なんですか、オプションがあって、で、そこから、まあ、本人が気に入ったものを選ぶっていう感じだと思うんですけど、それの、まあ、選択肢に、まあ、選んでもらえるだけでもありがたかったね、貸したいと言って、ホテルに持って行って、で、まあ、着られないかなって思ってたら、インスタグラムに載せて、本人が載せてくれて、着られたのを知るっていう感じですね。でもそれが空港で飛行機に乗るタイミングに来てたので、そのままアメリカに持ってかれちゃって持ち逃げされたんですか？そうなんです。まあでもまあで結構インスタグラムで6ポストぐらいしてくれて、まあ気に入ってくれてたからなのか、あの時大統領選の直前だったんで、なんかそれのなんか、宣伝用に使ってくれてたのもあるんですけど、まあ、それぐらいしてくれたら、まあ、あげてもいいかなと思ったけど、なんか、突然1年後に帰ってきましたね。レディーガガが6ポストって、広告費に換算したりしたらとんでもないことになるんじゃないですか？いや、本当に、いや、そうなんですよね。そういうことが結構起きてます。最近だとサム・スミスさんが、ミュージックビデオとサタデーナイトライブにも来てくれて、あと本人もすごいインスタグラムに多分5、6ポストぐらいしてくれてるのと、本人とも結構やり取りしていて、なんかそういうのも考えると普通に
意図してやろうと思ったらできないことじゃないですか。うん。なんかそういうことがあるとすごいありがたいし、なんかこう、なんていうんですか、今までやってきていることが正しかったんだなとか、こう、励まされる瞬間っていうのがあるから、まあ続けていられる感じですかね。うん。あ、じゃあ、ここら辺の話は、凄腕代理店とかが間に入って、大人の事情で座組があってみたいな話じゃなくて、結構ナチュラルに本人たちが勝手にやってくれたっていう感じなんですか？あ、です、本当です。あの、本当に、本人のスタイリストさんからポンってメールが来て、え、これって本当なのかなって怪しみながら会話を始めるところから始まって、ちょっと本人、あ、これ安全そうだなって思って作って送って切られたのをメディアで見て、あ、よかったって思うみたいな。なんか騙されたこととかも結構あるので、うん、なんか今慎重になってますけど、でもはい、なんかこう、そういう見極める力もついてきたので、今は大丈夫です。騙されるっていうのは、有名人の名を語って、対価を要求してくる系ですか？いや、対価を要求されるっていうより、作って送ったら音沙汰がないみたいな。あります。2、3回ありますね。まあもう、まあそれって結局、まあ自分、まあもちろん悔しいし、周りの人に言うと、すごいびっくりされるんですけど、まあそれでもこう、なんて言うんですか、ビジネスのあり得るリスクの前一つかと思うので、まあしょうがないかな。まあね、会社乗っ取られるとか、なんかそういうのよりはマシなんで、まあいいかなって思って。しかもそこまでして持ち逃げしたい衣装っていうのもすごいですよ。本当ですよね。でもちなみに、あの、世界で評価されたり、議論されたりする場合って、日本っぽいものだなって言われるものですか？つまりなんかちょっとあの、かわいい文脈っぽいものと関係があるとかっていうふうに思われるものなのか、それとも意外に関係ないのか、とも小泉は日本人以外の人にとって、なんかどれぐらいジャパニーズなものなんだろうっていうのがちょっと気になったんですけど。確かに。結構見る人によってとかこう論ずる人によって捉え方が変わるんですけど、すごい日本、もちろんそのなんていうんですか、日本の可愛い文化もありつつ、日本人デザイナーのああいうコムデギャルソンとか一世三宅とか幼児とか、まあああいうアバンギャルドな文脈でも語られたりもするし、あとは自分がそのコレクションを作るときに、まあ着物とかのディテール、シェイプとか使って結構こうわかりやすい日本人らしさも少し出しつつ、まあそうじゃないこうものもありつつ、あとは自分のインスピレーションの一つとして、自分の母とか親戚が、葬儀屋さんで働いてるんですけど、ああいうお葬式とかの装飾、なんかこう結構意外と派手じゃないですか。あとお盆飾りとか、なんかああいったものもインスピレーションとして使っていたりして、なんかそういう日本の伝統的なものの背景から日本的だって言ってくれる人もいるし、なんか、総じてでもまあ日本人として、なんていうんだ、受け入れられてるのかな。でも逆に日本にいると、日本人らしいものみたいなのに言われたことは一回もないですよね。まあ、それは日本にいるからなのか。あ、でも日本人が考える日本らしさみたいなのとはあんまり関係なさそうですよね。でもやっぱり本当に、その先輩デザイナーたちが気づいてきてくれた道があるから、自分も受け入れられてもら、受け入れてもらってる部分もあるとは絶対的に思います。でも多分一番日本人がたくさん見たことがあるっていうと、ミーシャさんのドレスとかがやっぱり一番普通の意味で有名ってことになるんですかね。そうだと思いますね。やっぱり普段はファッション関係の人が見てくださると思うんですけど、あの時は、東京オリンピック、2021年の東京オリンピックの開会式の国歌斉唱のドレスですね。ミーシャさんが着られた、すいません。ちょっと寝起きで。いやいや。口が回らない。どう、詰まりまくってください。飲んで。それが OK っていうのが売りの番組なんで。
ありがとう。スムーズに話さない。沈黙も全然 OK っていう感じ。あ、本当ですか。それは、気が楽になりました。はい。で、今映ってるのが、そのミーシャさんのオリンピックの開会式の時。そうです。はい。制作風景ですね。これ、神戸にある、自分がコラボレーションとかもさせてもらっているウェディングドレスの会社があるんですけど、そこのアトリエに制作をお願いして、やっぱり大きいドレスを作るのが得意なところなので、一緒に作ってもらって、制作しているところですね。これはもう、この回のために、一点物で作ったって感じなんですか？はい。そうですね。もう、スペシャルドレス。なんかいつものドレスよりかなり、力を、時間をかけて作ったものですね。最後一度お会いしたのっていつでしたっけ？あれですよね。2021年の京都のショーには多分いらしていただいた。だからもう1年以上経ってますね。でもまだ1年ちょっとしか経ってないんですよ。なんかもう大昔みたいなイメージが。確かに、成田さんも多分ここ、まあもちろんね、その以前からお忙しかったと思うんですけど、もうここ数年のメディアでの、なんていうんですか、見る機会が格段に増えましたよね。まあちょっと悪名がどんどん高まってる感じで。いえいえ、結構あれですよ。なんか自分の周りでも成田さんファン多いです。本当に。うん、ファンもアンチも多くなってきてるので、喜んでいいのか、悲しむべきか。それは、ありがたいです。それはもう、しょうがないですよね。まあ、なんていうんですか、有名勢っていうんですか、そういうの。でも、京都のショー、京都の二条城でのショーでしたっけ？そうです。はい。2021年の7月かな、に、はい。京都で行わせてもらいましたね。どうでしたか、あの時。これ僕もやじ馬兼謎スポンサーみたいな感じで遊びに行かせていただいたんですよ。でもすごい狂ってるなと思って、このショーのためだけに二条城借りてましたよね。そうですね。本当にショーのためですね。しかもまあ自分は、まあ見ていただけると分かると思うんですけど、すごい大きいドレスばっかり作ってるので、まあ一般のお店とかでも売ってないんですよね。だから、まあ何のためにと言われたら、自分でも何のためにか分かんないけど、まあやりたいからやってるし、まあみんなも見たいかなっていう感じでやってます。いや、なんか見たいですけど、もちろん。でもなんかちょっと贅沢すぎますよね。いや、もちろんそうですね。で、その時は、京都のショーの10日後にオリンピックだったら、結構同時進行でやってました。はい。でも、トムさんの服って基本は売ることはあんまりしないんですか？そうですね。なんかこう、量産して販売っていうのは基本的にやっておらず、オーダーメイドなので、オーダーが入ったら作るんですけど、まあそのオーダーしていただくにもちょっとまあ、簡単ではないかなと思いますね。なんか結構チームがやっぱり小さいので、できるタイミングとかも限られていて、結局あんまりできてないですね。うん。でもトモさんの衣装、まあ誰もが見たことは一度がある感じだと思うんですが、うん、最近のですか、このあたりの写真は。これ今、あ、これは本当に3日、4日前かな。26日、うん、2月。この間26日にミラノで発表したコレクションのバックステージの写真ですね。もうじゃあ数日前ってことですか？あ、そうです、そうです。で、ミラノで発表しても次の日に、パリに移動して、パリで展示形式で発表して、もう終わって、今は結構自由時間を過ごしてます、パリで。ちょっと気になったのは、ミーシャさんのドレスがまだないですか。うん、で、あれは結構こう、白、
素材の白の部分が結構大きくて、で、乗っかってるカラーもグラデーションがあって、少しなんか儚い、薄めの弱々しい色が多いじゃないですか。それに比べて、最近のそのミラノのコレクションでやられてたものとかってなんか全然違うなと思っていて、もっとその強いなんかパンチのある鮮烈な色がこう全体を塗り尽くしてるみたいな印象があったんですよ。で、それは、なんか結構、それを着る方のこととか、それが見られる場所のシーンとかっていうのを考えて作られてるのかなっていう気もちょっとしたんですけど。なんかこう、多分波もあると思うんですね。こう、派手な、すんごい強い色を使いたい時と、ちょっと落ち着いた色を使いたい時とかもあると思うし、まあ、あとは今回のミラノのショーが3年半ぶりの海外でのショーになるので、そういう意味でちょっと気合が入って、ちょっとこうパンチの強い色をたくさん使っちゃったっていうのもあるかもしれないですね。あんまり意識してなかったですけど、でも多分オリンピックの時の衣装は、やっぱりこう自分の衣装が一番に目立ってほしいっていうよりは、その会場とか、MISIA さん本人だったり、その国歌とかだったり、その全てのマッチングを意識したらなったのかもしれないですね。国歌斉唱で、すごいネオンカラーとか着てたら多分ちょっと目立とうとしてるって思われちゃうかもしれないですよね。そこら辺の生存本能も働いているという。そう、生存本能。そうですね。基本的にはやっぱりこう、もともと衣装デザイナーとしてやってたので、あとあれかもしれないですね。コレクションは結局誰が着るかわからないものを先に作って出すので、なんか自分の意思が強く出るんですけど、やっぱりああいう注文を受けて作るものは、まあ着る場所とか着る人がもう決まってるので、こう、そこに、まあ、寄せていくというか、こう、寄り添っていくような形を作っていくから変わっていくっていうのもあるかもしれないですね。でも、もともとは、何がきっかけで、この友小泉スタイルっていうのが出来上がったんですか？何がきっかけで。結構自分がすご裏。くこう強烈な、誰が見てもパッとわかるスタイルが終わりになるじゃないですか。これが出来上がったのって、なんか、突然変異的にどこかで、こういうスタイルで行こうっていうのが決まったのか、それともなんか、紆余曲折、いろんなの試行錯誤して、どこかで気づいたらこういうところにたどり着いてたっていう感じなのか。後者に近いかもしれないですね。自分が2021年、2011年に、ブランドを立ち上げて、今もう12年か、経つんですけど、結構最初の方のキャリアとかも結構ずっと、衣装デザイナーとして働いてたんですね。なんかブランドっていうものを持ちつつ、その頃からまあ売るものってほとんど作ってなくて、こう、例えば、歌手の方の、ライブ衣装とか、ミュージックビデオの衣装とか、まあ、広告の衣装とかを作っていて、で、だから大きいものとかちょっと変わったものを作ることが多かったんですね。でもやっぱりこう波があるんですよ。フリーランスの仕事なので、1ヶ月仕事もないとかザラにあって、まあでもそういう時にこう、なんていうんですか、自分は、まあ、なんていうんですか、楽天的な考え方なので、ああ、じゃあそしたらまあリサーチしたり、自分の、なんていうんですか、こう、ポテンシャルを見せれるものを作って新しい仕事をゲットできるようにしようかなっていう感じで、サンプルをいろいろ作る、本当いろんな様々なデザインを作った中の一つがあれだったっていう感じですね。でもあれをいろんな方がいいねって言ってくださって、ちょっとずつ規模を大きくしてったら、自分のこう象徴的なスタイルになったっていう感じが、ここ最初に始めたはね、見たら、2016年に、15年とかだったんで、もう8年ぐらい経つんですけど、そこがちょっとずつ大きくなっていったという感じです。で、そこまでに4年、5年ぐらいいろんな試行錯誤の時期があったって感じなんですかね。
そうですね。ああいうのもの以外も作ってましたし、もう本当にいろいろなものを、まあ、衣装デザイナーって求められるんですけど、ただ、得意なものを伸ばす方がお互いハッピーじゃないですか。だからそういう面でもこう自分はこれがやりたいんだっていうのを見せるためにいっぱい作って見せて、それを気に入ってくれる人が仕事をくれてっていうののこう連鎖で広がっていった感じですね。ちなみにその一番最初の2015、6年以前の作品のなんかサンプルとかって今お持ちだったりしますか？あ、出ましたね。あ、これ、ありがとうございます。これ、18歳かな、高3の時に作ったドレスですね。まあ、そもそもちょっとドレス以前にともさんがだいぶ変わってますね。体重が多分、20キロは違う。そんな違うんすか？そうなんです。ちょっと、はい。貫禄が出ちゃって。その20キロの貫禄はいつ頃蓄えられたんですか？徐々にですね。なんか人ってやっぱり、太ったなって思っても、それが普通になって、どんどん、レベルが上がっていくみたいな。いやでも今の方が明らかにキャラが立ってますよね。本当ですか？まあ嬉しいですけど、健康面では気をつけなきゃいけないなっていうのはあります。でもドレスに戻ると、このドレスはあれですか、内側になんかカゴというか謎の黒い何かが入ってるんですか？そうですね、なんかこの時はなんだっけな、過去と未来の融合されたドレスみたいな多分コンセプトで、その中世の貴族のこうドレスの中に入っているこう膨らますような骨組みのデザインと、上はまあ割と現代的なまあドレッシーなものを組み合わせてっていうコンセプトがあったと思います。あんまり自分今もこういうコンセプチュアルなデザインってそんなしないんですけど、その時は、はい、張り切ってやってましたね。でも最近これ全然違うスタイルを試しにやってみると、気分転換にやってみるみたいなことってあったりするんですか？表には出さないけどやってるものっていうのはかなりありますね。ただ気に入らなくて出さん。だからそういうのも多分出したらいいって言ってくれる人もいるとは思うんですけど、まあちょっとそこま、自分のなんか満足度がちょっと足りてないっていう感じですかね、その作ったもの。でもきっかけは何だったんですか？どういうきっかけで人って服を作ろうってなるものなんですかね？自分の話で言うと、結構自分が今34歳なんですけど、まあ10代とかそれ以前もあって、テレビっ子だったり、やっぱインターネットももちろんあるんですけど、そんなに自分の身近ではなかったので、やっぱりテレビと雑誌が情報の収集源だったんですよね。だから、雑誌もすごい見て、で、母親がファッションが好きだったので、ファッション雑誌とかも家にあったり、本屋さんにいっぱい行って見たりとかしてたんですけど、男性誌をいろいろこう立ち読みし終えて、で、もっと情報が欲しくて、女性誌にこう行った時に、そういうドレスの写真とかがたくさん載っていて、で、その当時、クリスチャン・ディオールっていうフランスのブランドのデザイナーをやられていたジョン・ガリアーノって人のコレクションを見て、もうすごい衝撃を受けて、自分の運命がそこで決まったっていう感じですかね。だから本当にその瞬間っていうのは、はい、覚えてます。本屋さんで動画ですらなかったんですよね。きっかけははっきりジョン・ガリアーノなんです。そうなんです。しかもあれなんです、今日実はパリに今いるんですけど、今日実はジョン・ガリアーノにこの後会いに行くんです。すごいですよね。そんな重要な日にありがとうございます。いや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 、でもなんか面白いですよね。だから本当に20年前からつながって今直接会うことができるっていう。
はい、感慨深い日です。え、初めて会われるんですか？初めてです。2020年か21年か、ちょっと忘れちゃったんですけど、アメリカの Vogue っていう雑誌のプロジェクトで、ジョン・ガリアノとなんかこうプロジェクトをやって動画の。で、それを、その時は、まあ、コロナ中だったので、オンラインでしか話せてないんですよね。その時は話はできたんですけど、まあ直接会うことはできず、で今回久しぶりにパリに来るので、今彼はメゾンマルジェラっていうブランドにいるんですけど、そこのチームの人に連絡をしたら、時間を取ってくれて、お茶かな？してきます。生ジョン・ガリアノですか？生、そうですね。もう、なんていうんだ、本当にもう自分にとっては、もう、アイドルというか、こう、アイコン、一番尊敬してるデザイナーなので、ちょっと緊張しますね。そのジョン・ガリアノから受けた衝撃って、どういう衝撃だったのか、みたいなことを、言葉にできたりされますか？それとももうそういうのを超えちゃってますか？言葉にするとしたら、やっぱりこう、自分がまあそれまで見たことなかったものだったし、あ、本当のファッションってこれなんだって思って、で、自分はそれに関わりたい。自分、そういうデザイナーになりたいっていうよりは、なんか、この人と関わりたいっていう気持ちの方が強かったですかね、その時は。で、そこから頑張って、なんかいろいろ作ってみたりしてましたね。いや、なんか、こう、服を作るっていう衝動みたいなものを与えてくれたのが、ジョン・ガリアノって感じなんですか？そうです。もう、なんかこう、それを見て、もちろん技術は全然ないんですけど、手を動かさずにはいられなくなったっていう瞬間ですかね。でも一個、聞いておきたかったのは、さっき、映ってた、ミーシャさんのドレス、まだ、レディー・ガガとか、で、あれは、誰もが知ってるトモさんのスタイルを作る上で、すごい影響を受けた作品とかものとかっていうのはあるんですか？リサーチはやっぱりいろいろしてるので、過去のデザイナーのデザインとかも見てるんですけど、あれを作るきっかけになったのは、どっちかっていうと素材が、手に入りやすかったからっていうのがあるかもしれないですけど、あれが、日本で作られているポリエステル素材のオーガンジーっていう生地なんですけど、ちょっと薄くて。そのひらひらの部分を作って。あ、そうです、そうです。そうです。で、あれが、自分がよく、日暮里の繊維街に今でも行くんですけど、そこでたくさん売ってたんですよね。で、しかも、なんていうんだ、あそこってこう工場とかブランドとかで使い切らなかった余りの生地とかをたくさん売っていて、で、あの素材が、なんて言ったらいい、すんごいいろんな色がちょっとずつ売ってるみたいな感じで、で、それを見た時に、あ、これでなんかしたいなと思って買い占めたのが最初です。だから何かこれをやろうと思って生地を探しに行ったっていうよりは、生地があって、そこから技術を生み出したというか、こう、組み合わせていったっていう感じが近いですかね。あの素材は他にはどういうものに使われることが多いんですか？結構で、ま、基本的にはドレスの素材で、ウェディングドレスとかにも多分よく使われてると思いますね。でも結構いろんな手芸店とかでも手に入るので、お遊戯会の衣装とかにも全然使われてるけど、なんか自分はそういう、なんかありふれてる素材を人が見たことがないような
形に作り上げるっていうのは、なんか一つちょっとこうチャレンジとして面白いなと思っていて、結構それまでもやっていました。で、その比較的ありふれてる素材を、ああいう他の何物とも違うような独自のスタイルにこう変えるときって、一番なんか重要な、なんか企業秘密みたいなのあるんですか？つまり、なんか誰かがその素材、今そこの技術がある他の人が、あの同じ素材を買ってきたとするじゃないですか。で、とも小泉ドレスの、あのフェイク品を作ろう、リプリカ品を作ろうと思ったら結構作れちゃうものなんですか、それともなんか秘密の秘伝のタレみたいなのができないものなんですかね。技術がある人が見たら作れるとは思います。ただ結局あそこだけじゃないんですよね。もちろんコピーはできると思うんですけど、まあ、コピーでしかないっていうか、それを超えるものを作るときに、その色の組み合わせとか、シルエットの作り方とか、多分そういうところで差が出てくるから、なんか、今のところ自分もこの位置を保っていられるのかなっていう気がしますけど。でも一番、こう、自分がこだわりを持ってる部分っていうのはどこなんですかね。色なのか。はい、それとも全体的なシルエット、形シルエットなのか、なんか ここが自分の一番重要なアイデンティティだみたいな部分っていうのは終わりになるんですか？自分の中ではそうですね、まあ、全部もちろん重要なんですけど、なんかキーワードとしてやっぱりこう調和っていうのが大事にしていて、なんかこう、その先ほど言ったみたいにこう、素材、まあ、何て言うんですかね、要は、制限っていうんですかね、例えばその、この素材を使おうって自分で決めたり、なんかこう、結構あるんですけど、企業さんから、こう、廃盤品とか廃棄品みたいなものをもらって使ったりするときに、なんかそれをベースに何かを組み合わせて、美しい調和を生み出せる、ことっていうのも結構自分の中で価値を持っていて、皆さんもこう見出してくれるかなと思っていて、なんかそういう制限の中で作るとか、制限の中で調和を生み出すっていうのが自分の中の重要な、なんかキーになることかなと思います。でも一個、聞いておきたかったのは、そのトモさんの衣装ってすごい印象が強烈に強いじゃないですか。で、特にこう、写真とかインスタとかで見ただけでこれだけ強烈な印象を与える服とか衣装ってもうあんまないと思うんですよ。で、それすごいことであると同時に、ある意味でなんかその写真映えみたいなものが強すぎるっていう言い方もできるのかなと思っていて、その印象の強さ、特にこうパッと目で写真とかを見た時の視覚的な印象の強さってこうコントロールされているものなんですか？何かその、SNS とかインスタ的なところに乗っかった時のこう注意の引きやすさみたいなのをこう最適化しているっていう感じがあるのか、それともそれがなんか結果としてそうなってしまっただけなのかっていうあたりがちょっと気になっていて。はい。やっぱりそれは自分の衣装デザイナーとしての経験値から来るものですかね。なんか衣装とか作るときって本当にああいうアリーナみたいなところで使って、本人がすごい遠くに離れていても、なんかすんごい遠くから見ても、なんかこう引きでわかりやすいシェイプとか色とか、なんかそういったものをずっと考えて作っていたので、なんかそれが すごい寄りで、写真に写ったら、まあ、すごい、なんていうんですか、映えるというか、わかりやすさを間近で見てることになるじゃないですか。なんかそういうことですかね。だから、普通の写真、なんていうんですか、だから一般、日常用には作ってないので、基本的には。なんかそういうものを、一つの写真とかで見ると、まあ、かなり映えてしまうっていう、なんて言ってんだ。本来の
用途とは違う使い方をしてるから、目立っちゃうって感じですかね。なるほど。いや、僕、意地悪な人間なんで、もともとインスタ映えを狙いに狙って、あのスタイルを作り出したのかなとか、ちょっと昔思っちゃったんですよ。はい、本当ですか。それよりは結構今言ったような衣装の使われる場面に適して作っていったら結果として写真に撮ると強烈になってしまったっていう面ですよね。そうですね。本当にそんな感じだと思いますね。だから多分あのステージ上で使うとちょうどいいと思うんですよね。あ、いい感じだね、みたいな。なんかキラキラしてるものとかもつけてるんですけど、ああいうものって、あの、ステージの照明とかだとすごい映えるんですね。なんかそういう場面用には作っていて、まあでも、実際その、なんて言うんだろう、借りたいって言ってくれる人の中に、やっぱこう写真映えするからっていうのも、まあでもそれも、もちろんなんて言うんだろう、雑誌で取り上げてもらうとか、なんかそういうことってやっぱり写真映えしないとないじゃないですか。はい。まあなんか、だから自分が素直にやってることが、自分がまあ求めてるような場面で使われるのはありがたいですけど、まあでもちょっとインスタ映えっていうのはちょっと、なんて言うんだろう。あんまり嬉しい。なんて言うんだろう、文言ではないかもしれないですよね。まあ、あんまされないですけどね。うん。でもなんか、ともさんのドレスって、色合いとか、見た目のインパクトに目が行きがちじゃないですか。だけど、なんか、素人ながらすごく魅力を感じるのは、あんまり着る人を選ばない魅力があるんじゃないかなと思っていて。うんうんうん、背が高い人も低い人も、モデル体型の人も、ゴロッとした人も、それからなんか赤ちゃんも成人も、結構みんなを包み込む、うん。しかも、その包み込んだ時にあんまりその人たちをこう差別しないっていうか、うんうんうん、同じ温度で、なんか同じ暖かさで包み込むみたいな感じはすごいするんですよね。すごい。それは嬉しいですね。私なんか多分それができなくなったら、ちょっと、怖いなと思います。やっぱりこう、その、例えば、今、さっき言ったみたいに、こう、メディアとの、こう、関係が結構密接なんですけど、メディアとか、巷の人が、なんかこれがすごい、かっこいいって、なんかこう、決められちゃったら逆に、それが終わったトレンドってやっぱり終わるので、なんかトレンドにされちゃうと怖いっていう部分もあって、だからそういうとこ、意図的に避けてる部分もあるかもしれないですね。こう、トレンドに乗らないように。だからこう、なんだろう。かっこいいみたいなところにはまらないように作ってる部分もあります。はい。あれ、そう、わかりやすい形容詞がつかないようにするみたいな意識はどっかにあるんですか？ありますね。なんか、あ、でも、それでもその、なんだろう、こう、わかる人にだけわかればいいみたいな気持ちもなくて。まあ、確かになんか、ともさんって、まあ、みんな見ればパッとわかるし、あ、あれあれっていう感じにはなるんですけど、それを言葉で誰かに伝えろって言われると、どう伝えていいのかちょっとわかんないっていう不思議さがあります、うん。なんか、言葉にできてしまうことの、なんて言うんだろう、危うさ。さというかも感じるんですよね。やっぱりこう言葉で説明できてしまうと多分理解されすぎてしまってすぐ消費されてしまう感覚があるっていうか、やっぱり言葉にできない部分があるからみんなこう空白の部分を持ってそれぞれの解釈があったりとか、なんかそれぞれの楽しみ方をしてもらえたりとか、なんかそういった部分も、うん、意識して作ってるかもしれないです。うん、ファッションの世界の方を見てると、まあ、トモさんの場合ちょっと衣装中心なんで少し違うかもしれないですけど、ただのパリのファッションウィークとかで定期的に発表されてる方ってもうスケジュールが鬼みたいじゃないですか。うん。でも常にあの年に何回あの巨大なコレクションを作り続けなくちゃいけない、しかもそれも手弁当で自費でやり続けなくちゃいけないみたいな、なんか猛烈なプレッシャーがあって、なんかある意味なんかネズミのラットレースみたいなので止まることのない全力疾走をずっと強いられてるみたいな印象がちょっとあるんですよ。
で、なんかそれって、いや、なんか、こう暇がないと根本的にやれないはずのクリエーションとか創造活動みたいなものと、なんか意外に衝突しちゃってるんじゃないかなっていう気もして。それは本当に今成田さんがおっしゃったようなことを自分も感じていて、なんかファッションってすごいこうクリエイティブなことを求められるのに、働き方が本当もう機械みたいに働かされるっていうか、その本当におっしゃったみたいにこう全然真逆のことをぶっつけた異様な業界って感じですよね。いや、本当にそうサイかクルも、ウィメンズ女性服だけでも多いところだと年4回コレクションを発表していて、メンズが入ったら年6回とか8回とかって異常ですよね。だからまあ自分はそれはフォローしないですけど、あと、だからなんか自分がやって見せていってることっていうのが、その自分の同世代から下の人たちが、こうなんかオルタナティブなやり方もあっていいんだって思えるような、なんかこう、見本っていうかやり方を見せられたらいいなと今は思いながらずっとやってはいますね。で、そのオルタナティブなファッションデザイナーのあり方、生き方みたいなのを作ってるなって感じさせる方とかいますか？ちょっとそのアナロジーとして合ってるかどうかわかんないんですけど、それも音楽とか考えたとするじゃないですか。そうするとなんか昔のミュージシャンとかってなんだかんだ言っても本当に売れるためには、どっかの段階でガンガンテレビに出て、ツアーもしまくってともかく香りまくらなくちゃいけないみたいな時代があったはずじゃないですか。でも最近だと結構あんま表に出てこないだけど大成功するミュージシャンみたいな普通になってきてますよね。で、基本ソーシャルメディアだけで成立していて、で、それと少数のライブだけで、主に自分自身のファンコミュニティみたいなところで独自の経済圏、生態系を作って、マスメディアとか関係ありませんみたいなスタイルの人って増えてるじゃないですか。そのアナロジーを使うと、なんかファッション業界でも昔ながらの、定期的に行われるコレクションみたいなところに出張っていくみたいなことから、意図的に撤退する。で、どちらかというと、ネットとかソーシャルメディア的な世界だけで独自の世界を提示してるみたいな形でカリスマになるみたいな人とかってありえないのかなって、ちょっと思うんですけど。いるとは思います。ただ、今結構やっぱファッション業界もそのメディアの、なんていうんですか、と結構密接、やっぱり、なんて言ったらいいんだろう、人気だったりとか、なんか切り離せない部分もあるんですよね。自分も結構メディアとは密接に関わっていて、まあ、その実際のものを小売りしないにしても、こう広めていくっていう部分ではまだまだメディアの影響っていうのは大きいのかなとは思いますね。だからなんかすごい複雑な業界ですよね。だから自分は本当に模索中なんですけど、まあ、そういう形を体現している人っていうのがいない業界だから面白いですよね。そういう人が出てきて欲しいですけど、自分はそれになれるのかちょっとわからないです。それにしてはちょっとこう、デジタルの、なんて言うんだろう、素養っていうのが足りない気が。でもだからそこがそのファッション業界のなんか異様さであり、独自な面白さなのかなっていう気もして、ファッションの世界って、すごく動きが速くて先進的なのか、それともすごく動きが遅くて保守的なのか、何とも言えないところがありませんか。あります。ものすごい勢いでトレンドも変わっているで、次々次々コレクションも作られていくっていう意味で、動きが速い。で、しかもデザイナーたちの間の競争は熾烈で次々新しい個人の才能が出てくる。モデルさんたちもどんどん入れ替わっていくみたいな新陳代謝が早いっていう側面あるじゃないですか。ただ同時に、例えばハイファッションの世界でトップにあるブランドの名前とかを見ると、半世紀前と今とかでほとんど変わってないですよね。と考えるとなんかその、ある側面ではすごく変化と新陳代謝が早い。だけど別の側面では一番保守的で一番変化がない業界でも言えるみたいな、すごい、こう、不思議な多重人格的な部分がある
業界なんだろうなと思って。なんかそういう多面性がそのファッションっていうものの不思議さと魅力を作り出してるんだろう。いや、本当そうだと思います。自分も、だって、ね、自分が着るものって全然大したことない。まあ、なんか自分が着るものは基本的にこう作業服だと思ってるので、なんかもうその辺で買えるものしか着ないんですけど、まあ、で生活する上ではそれで足りるじゃないですか。でもそれでもやっぱりこう、ああいう大きなドレスを、こう、リスクを取ってどんどん作りたいなって思うとか、それを見たいって思う人がたくさんいてくれてるから成り立つっていうこととかも、すごい不思議ですね。まあなんかそれがやっぱりこう、アートの文脈も含んでいるゆえんかなとも思っていますし、なんかそうあってほしいなっていう自分の願望も、なんかそこに反映されていますね。あとは衣装で、なんか舞台とか映画とか、そういうそのフィクションで使われるような衣装とかを作ってみるみたいな方向ってあり得たりするんですか？去年初めて見に行ったんですが、舞踏？暗黒舞踏っていうんですか、白塗りにした日本の独自のやつあるんです。なんかああいうのもすごい好きなんですね。だからああいうのに自分のドレス着てもらって踊ってもらったらすごいいいなと思っていて、それもちょっとやってみたいんですよね。とんでもない白塗りの。あ、そうです。ドレスとか着てみたいな、おじさまが。でもそれがすごいかっこいいんですよね。だから絶対合うと思うので、はい、やりたいです。暗黒舞踏とも小泉ドレスで。はあ、いや、でも、なんかそういうミスマッチ感みたいなのがやっぱりすごい好きなので、でも調和が生まれるみたいな、なんかそういうものができたら、すごい自分は満足度が高いですね。やっぱりこう、ね、自分のドレスを可愛い子に着せたら、そりゃいいじゃないですか。なんかそれよりも、なんかこう、違う要素のものが組み合わさって調和が生まれて、よりこう、高次元のものが生み出されるみたいなのが、やっぱり自分がやりたいことですユートピアなのかディストピアなのか。ね。どういうから勝手に一ユーザーとしてリクエストさせていただくと、ぜひ政治家の人たちとかにドレスを着せて、面白い。どんよりとした国会の空間とかをちょっと塗り替えていただきたい。じゃああれですかね、階段のとこで皆さん揃って写真撮るときとか。いいか。いいかも。ありますよね、そういうタイミング。あれが何なのかちょっとわかんないんです多けど。分新しい内閣が組閣されたときに、そうですね。みぜんひ。な、とも小泉衣装で出る。そのためにみんなでロビング活動をするっていうのがいいんじゃないですかね。そうですね。それ絶対、海外のファッション雑誌のメディアでも、すごい取り上げられると。まあ、そこだけは、はい、強いので。